今日民事再生法の適用を申請した森友学園が先ほどから会見を開いています。今回民事再生ということで提出をさせていただきました。皆様方につきましては当学園のことで様々なご心配とご迷惑をおかけしましたこと誠に申し訳ありません。私としましてはこの幼稚園としてのあり方を十分に考えた上で一歩を進み出したいと思います。森友学園の一種新しい決意としてまた見守っていただければなと思います。森友学園の負債総額は20億円に上るとみられ、今後大阪地裁が民事再生手続きを開始するかどうかを判断します。